オットー・プリマベージは、モラビア出身のオーストリアの銀行家、実業家、美術品収集家。アントン・ハナーク、グスタフ・クリムと、ヨーゼフ・ホフマンがウィーン分離派芸術家の講演者であり、分離派の集まるウィーン工房の活動を支えたために、財産を失った。18世紀末に、ロンバルディア地方からオルメッツに移住し、モラビア地方の実業界の指導者となった交渉の家系に生まれる。 兄弟と共に、モラビア地方の砂糖需要の3分の2を生産する、製糖工場、リヒテンベルデンのリンネル工場、ビュルベンタールのジュート工場、そしてオルミュッツの銀行を相続した。1894年、ウィーンの舞台女優、オイゲニアブ・チェックと結婚し、マニ4人の子供を設けている。ウィーン分離派の活動に関心を持ち、オルミュッツの自身の銀行のリフォーム、オルミュッツに所有する。 邸宅ビラプリマベージの二つの部屋の装飾、ビンケルスドルーフに建てたマナーハウスの設計をヨーゼフ・ホフマンに依頼した。ウィーン工房の最初の出資者だったフリッツ・ベルンドルファーが1915年に手を引いた後、いとこのロベルト・プリマベージと共に同工房の出資者を引き継いだ。1912年から1913年にかけ、妻・オイゲニアと9歳の次女・メーダの肖像画の制作を、 グスタフ・クリムトに依頼した。オイゲニアもまた、ウィーン工房の優秀な工芸品製作に支援を惜しまなかった。1915年から1925年にかけて、ウィーン工房は、プリマベージの経営下にあった。ベルリンでの代理店、マリーエンバート支店、チューリヒ支店、フェルデン支店、ニューヨーク支店の出店など様々な経営拡張方針にもかかわらず、 工房の経営は早くも1918年には、プリマベージに巨額の経済的損失を負わせることになる。1925年6月25日に工房の経営から手を引くが、その際、工房への支援に固執する妻とは別居することになった。プリマベージは、翌1926年2月に死去し、同年4月に彼の経営していた銀行は破産した。同年5月、 ウィーン工房も破産申請手続きに入っている。ビーラプリーマベイジー、オーラモッツ、ヒストリーオブビーラプリーマベイジー、アブジェローファン AM20、ジ二ニ2013、まだプリーマベイジーイムメトロポリタンミュージアムオブアート、アーバーバーングスンは64.148、アブジェローファン AM20、ジ二ニ2013。ありがとうございます。